演歌歌手の松坂裕樹さんとともに演歌をテーマにお届けしていきますまずはこんなテーマでお送りします松坂さんお願いしますはい松坂裕樹の演歌を聞くならこれを聞け 本講座という感じですかねここからはいよいよ松坂さんと「演歌とは何か」についてですね、はい、追求していきたいと思うんですが今日はスタジオ内にドーンとキーボーボドも用意しておりますすそうなんですよすごいです、ね、ちょっと必要があればねこのなんか実演を交えながらちょっと <laughs>、はい、お送りしたいなと思ってるんですが、はい、質問のメールがね届いておりまして東京都港区にお住まいのラジオネーム、はい、カズピーさん40代男性の方です。はい これね僕も非常に気になるところなんですが、うん、演歌と歌謡曲に境界線ってあるんでしょうか、はい、どうやってこれは演歌は<ー>これは歌謡曲というように区別されているんですか、うん、今はもう本当に同じカテゴリーの中にありますもんね。だから、J とそれ以外のもの,のものの総称として演歌歌謡曲なんていうふうにチャート分類上は分けられたりしていますけどこの言葉ね演歌歌謡曲あるいは流行歌なんて言葉がいろいろ分かれてるけど具体的な定義何をもってこれは演歌なのか歌謡曲なのかっていうのはちょっと 難しいところやっぱり演歌っていうものはそもそも、はい、まあもともとその明治時代にこう演説家っていうものが演歌に呼ばれるようになったとか、はい、いろんなこう諸説があるんですけどうん、うん、今のこの現在に演歌って呼ばれてるものっていうのは基本的には1960年代以降の。 あのものだと思うんですね森進一さんとご一緒させていただく機会がありまして、えー、その森さんがおっしゃってたのは、はい、あの僕らも本当に最初の頃というかその初期の頃は流行歌歌手と呼ばれていたとだけどそのニューミュージックとかフォークとかいろんな音楽のジャンルがこう多様化してくる中で、はい、やっぱり一つの枠組みとしてその演歌というジャンル分けがされてそこからまあ今はこの演歌歌謡曲っていう、うん いうようなジャンルとして、そこの、えー、その曲を歌う。そのジャンルを歌う。歌手なるほど、ね。っていう風になってきて、いう、はい。つまりフォークソングであるとか、ニューミュージックの類っていうのは、うんはい、あの簡単に言ってしまうと、その演歌、それそれまでの歌謡曲とはちょっと作られ方が違うんですよね。そ,ねそのレコード会社専属お付きのあ<ー>まあね、先生方が書いてる曲を歌うっていう。はい、古式ゆかしい。その歌謡の世界っていうのがまずあって。 関さんとかね古賀政男先生とか、はい、船村徹先生とかですかね。でそれに対してそのニューミュージックとかフォークっていうのは自作自演の人たちであったり、ね、あるいはレコード会社に所属してない作詞、はい、作曲家の先生とかがね、はい、書くっていうような意味でその作り方がまず違うっていう新しいジャンルとして出てきた時にじゃあ今までの歌謡曲を何て呼ぶ、うん、っていうことで出てきたっていう部分は 多いの多いにありそうですよね。で,よねで、その今松坂さん、森進一さんが、はいはい、その僕らが出てきた時は演歌歌手じゃなくて流行歌手だったんだって、そうやっておっしゃってたんですね。おっしゃってたんですね。はい、これいろいろ調べてみたら宮迫春美さんもそういう風におっしゃってるみたいですね。やっぱりその演歌っていう言葉がデビューした当時なかったからそもそも、うん、そうですよね、うん。流行歌手だと自分のことを思ってたなんていう言葉も残ってるみたいなんですよね。でも やっぱり歴然と音楽的に聴いたら一発であこれ演歌だなって演歌っぽいってなんかあるじゃないですかそうですね。あれってどこから来てるんでしょうまずその一つ言われてるのはまあこの今の演歌って考えると全てではないですけど昔のその流行していた頃の初期の頃とかっていうのは割とこの音で例えば「ドレミファソラシド」ってあったら「ドレミ」 でファの音が抜けて、はい、ソラでシの音も抜けて、うん、ドになるこのドレミここのファの音が抜けるんですね、はい、これ四つ目なんですよドから数えると、はい、ドレミファそしてソラでシが抜ける四、はい、と七の音が抜けるっていう、はい、このヨナ抜きと呼ばれる音階が、うん、これを、うん これだけででちょっっと民謡っぽいすよね,ねでまあこういう音階を使われてる <はい S 2> 曲っていうのはそれこそ宮はるみさんの, <はい S 2> あの「あんこ椿は恋の花」とか <はい S 2>、ね「北の宿から」とかもそうですね<ー> <はい S 1> なるほど多いんですよ。あとはその演歌のイメージっていうと割とその短調のというかマイナーのくらいその響きのする曲が多いですけど夜なぬき音階にもその蝶々と短調と。 それぞれぞよなぬき単音階なんていうのをちょっと聞いたことがあるんですけど、うん、そ,うそういうものもありますよね <laughs> ありますありますね、はい、なんかそういう音階がまず一つ使われてる音階がちょっとその西洋音楽で一般的に使われる7音の音階とは違うことも多い,、うん、多,い多かったりするっていう、はい、どうなんだろうあとはコード進行とかも、ねはい もうでもねコードはすごく、はい、あのもうこの,、あのー、この後にちょっとかけたい曲があるんですけどはいはい、はい、そっちの曲ちょっと先に何か紹介しちゃいましょうか演歌のこの曲をまず「もうこれを聴け」というこの1曲をですね <laughs> ま,あまずご紹介していただこうというこのコーナーなんですけどその曲をまずじゃあちょっと曲名いお言っていただいていいですかねあそうでですす、ねはい、これはですね。 あの日本で一番売れた演歌というふうに言われてるんですけれども宮四郎とピンカラトリオという方々が歌った<ー>「女の道」という曲なんですね。はい、なるほどであのこうい,いろいろこう売り上げっていうのが出てましてですね、はい、ネットにもでこの歴代の売り上げベスト50っていうのを見てまして、えー、でこれがまあ1位で325.6万枚売れてるらしいんですけども。 今代ですよね確かそうです年、えっと、72年ですねもうかなりそのなんていうのか演歌っていうジャンルが、はい あまあ昭和40年代というか65年以降くらいにこうしっかりとこうね民謡の要素であったり小唄の要素あらゆるなにわの要素なんていうのがいろいろ入ってきて五木ひろゆきさんの「演歌」という小説があって世界観が割と確立した後でもうその演歌の特徴を割ともうぶち込んで濃ゆくに出したみたいな曲はいうことですかね。 っていうものを、はい、もうちょっとこう動きとかもねあの宮四郎さんとかこう、はい、テレビでご覧いただいたことある方はわかると思うんですけどうん、うん、も、すごいもうコミックバンドみたいな感じでこうなんか横に揺れながら歌ったりとかうもう拳をこれでもかっていうぐらいこう入れてみたりですとか。うんうんうん こ結構なねこれも特徴がありまくる曲です、ね、うん、かなりその特徴を濃く、はい、あえてそれを濃いめに演出してるみたいな側面がありますがほかにこのうんもう「ド演歌」ザ「ザ演歌」っていうところこの曲が表現しているその演歌の個性みたいな今おっしゃった「こぶし」がまずありますね。他にはその例えばその「よなぬき」っぽい音階というか、はい、メロディーなんかもやっぱりすごくそうですこれはもうよなぬきをで,できてましてそうですかはいだからこの、えー、これは「あの D」っていうコードでですね の曲なんですけども、えー、だからこの四つ目がソとあとどのシャープ、はい、この音が全く出てこないです。あやっぱりそうなんですね。はい、そうなんです。であとはあのこのこの曲とかを聞くとよくわかると思うんですけど、はい、っていうこのリズムですね。リズムか。うん、リズム。チャ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 。 若干に。じゃ、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 このリズム結構演歌多いですね。ああ、そうか、リスから来ている。その、ザ演歌っていうフィーリングは。そうか、そういう面もあるんですね。じゃ、ところもあります。ちょっと早速、聞いていただきましょうかね。では、松坂さんの方から、曲紹介お願いします。はい、それでは、お聞きいただきたいと思います。作詞宮史郎、作曲並木宏。1972年に発売された、ピンカラトリオのデ。 ビューシングルで「女の道」お聞きいただいていますのは1972年そして73年のオリコン年間シングルチャート第1位年間シングル売り上げ2年連続で1位を記録した唯一の楽曲としても記録されております「みやしろうとピンカラトリオ」で「女の道」でした。はい こぶし聞いてますね。聞いてるんですけど、はい、全然ブレないじゃないですか。ぶれないです、ね。それがねやっぱすごいなと思いますね。まあ、の声の歪み感っていうか <laughs> 喉で作るオーバードライブみたいなのがね。ーーっね <laughs> かっこいいな。ねそれとやっぱりこの歌詞が。はい。はい 今の時代的に感覚から言うとちょっと前時代的なというかう、ね、男目線で勝手にこう都合のいいように見てるお <laughs> お女性の気持ちみたいなところもちょっとその演歌の世界観みたいな部分を、ねすねね、色濃く出てる部分なのかなっていう感じはしますよね。ね確かにでもどん みたいなどど、ね、このリズムはかなりな、ね、これだけで演歌っぽいフィールにやっぱなりますね。はい、なるんですよねコードであるとかメロディーだけじゃなくてそのリズムっていうところからもこのなんとなくみんなの共通認識としての演歌っていうのが現れるんですね。